はい、アオサを使った浮かせ釣り仕掛けの説明です。グレツイなので普通の浮かせ釣りと一緒で、浮き止めがあって、で下り玉がいます。で浮きです。で玉浮きを使う人がほとんどで、ゴースは、軽い仕掛けよりこういう 3B とか 5B、2B こういう重い浮力ある浮きを使います。で、クッション代わりにこういう浮きゴムで、サルカン、まあ、サルカンじゃなしに、直結でもいいです。で、ハリスです。で、ハリスの、下の方ですね、針からだいたい20センチ前後ぐらいのところに、ガンダマ B2B3B ぐらいの重たいものを打ちます。で、針です。浮きは、この重たいのをなぜ使うかというと、浮き輪で釣る場合が多いので、浮力のある浮きの方が、当たりが分かりやすいです。で、 3B の浮きですけども、ガンダムは最初は B とか 2B とかを使います。で、完全に浮かして、浮きを浮かして、釣ります。で、道糸の太さはだいたい2.5 号、3号、太い目の仕掛けを使います。かかるグレが大きい場合もあるので、それに備えて、太いを仕掛けにします。ハリスもそれに合わせて 2.5 号前後ぐらいですね、大体。太い人で 3.5 号ぐらいまで使います。で、針も、太い目の針を使います。これは缶グレです。号数はだいたい6から8号ぐらい、だいたい7、8ぐらいは皆さん使ってます。まあ、これが使ってる針です。針と仕掛け、ハリスです。